続けて歩いております。お、ちょっとすごい量の植物が、椿ですね、たくさんの椿と、あとこれは梅の盆栽ですかね。というかそれにしてもこの椿の数よ、すごいですね。これ全部種類違うんじゃないかな。すごいですね。もう間口が限られてるから、この見てください、盆栽オン盆栽ですね。上に重ねて、大きな盆栽の上に小さな盆栽が乗ってます。それでもちゃんと全部健康に育っているというところがすごいですね。それにしてもさすが路地裏園芸ですね。すごい密度というか、お家の周りの幅でいうと1メートルないんじゃないですかね。その1メートルない幅、家の周り全部、こっちだけじゃなくてこっちもですね、全部植物で埋め尽くされてますが、どれも結構きれいにお手入れされてますね。あ、ちょっと日本のものばっかりかと思えば、ちょっとお花がないから分かりにくいですが、ミニバラなんかも育ててるし、あ、イチゴも育ててますね。もうとにかくちょっと植物を育てるのが全般お好きな感じのお家ですね。これはこれもかなりの上級者で、あ、ちょっとお家の入り口があって、あ、ちょうどご主人がいらっしゃいますのでお話をお聞きしてみたいと思います。ごめんください、すいません。おはようございます。おはようさんです。ちょっともしよかったら、植木のこと教えていただいていいですか？すごい、もうまず、時期も時期だけど椿の種類が、これかなりの種類置いてらっしゃるんじゃないですか？そうです、ね、見たらちょっと系統だけでも八重もあったら一重もあるし、そうね、椿もいろいろあったね、ありますもんね。あと桜草も行さん植えてますし、そう、これもお金いらん、毎年種が飛んでできるさかいね。さつきもあるし、梅もあるし、でも一年中何か花が咲いてるような、もうとにかく何でも育てるのお好きですか？そうね、あ、全部もうお父さん一人でお世話して、すごい量やな。へえ。でほんまに花だらけですね。そしたら時期になったら、これだけいろんな種類のお花やら育ててはりますけど、その、はい、こんな中でこうお父さんのこだわりいうか気に入った植物みたいなんてありますか？何もね。何もないですか？あの人が通らって綺麗な、いや、よう咲いてますなとか言われると、この頃言う、そうやって意識をしたのが最近ですよ。ああ、そうやけど、そうやってその自分の育ててるもんでね、外の方とお話ができるのはええことですね。そうですね、よく声かけてくれはるし、ね、はいはい、それがなんか思っていると楽しいような。ああ、なるほど。お父さんなんか商売、呉服屋さんなんですか？呉服というよりも帯屋です。帯の製造、帯屋さん。そうです。そしたら帯屋さんをやりながらもうこの暇な時お花は住んでるだけ。あ、これはじゃあ趣味なんですね。趣味と、まあ、なんちゅうの、あの、なんか家で悩み事あったらこれ見てたらまた長くみますやん。それによって、あの、方角変えてものが考えられるしね。ああ、なるほどね。方向転換よな、もう気分の。じゃあ、あの、お父さん、せっかくそのご職業もお聞きできたんで、もしよかったら、はい、はい、お仕事場もちょっと見させていただいていいですか？仕事中のお金。あ、すいません。ちょっとお忙しい中、はい、お仕事場をお邪魔させていただきます、はい、もうちょっと初めて見るようなものがあるんですけど、これがいわゆる、まあ、ここ西陣ですけど、はい、西陣の二陣織と言われる。そうです、はい、なるほど。これは絹糸をこう組み合わせて作って、はい、でこれは女性の帯なんですよね。帯です、はい、ごめんなさい、僕全然わからないんですけど、はいはいはい、どういうふうに。はい、あ、なるほど。じゃあこううまく締めて、これが背中に来るように、う、で背中で少しこう傘の姿とかこの桜の花が見えるように。見えるように。あ、じゃあもう この空間だけでいろんなものをデザインして。はい、あ、なるほど。これやっぱり
これ桜のお花ですよね。桜です。桜のお花があることは、はい、まあ、季節的には今の時期なんかに今だけども、はい、先取りしてあの夏に使うたり、はいはい、やるわけです。この場合は夏に使うようにしてます。あ、なるほど。花傘ですね。あ、はい、この西陣っていう町はもうずっと長い間こういう織物を作り続けてる町なんですよね。そうです。 お父さんはちなみにここでもう何年ぐらいお仕事を？60年。今はもうこういうあのね、ちょっと伝統的な帯というのも作られてて、ちょっとこちらに、はい、なんかちょっと変わったのもあるんですけど、これはテーブルセンターとか、はいはい、これをテーブルに置くようにね。これはそしたら古い着物からできてる。古い着物です。あ、一旦細かく切ってでそれを折ってるわけですか？折ってるわけです。へえ、はい、でももうちょっと見たら本当におしゃれというか、最近の若い人がカバンにしててもおかしくないような、いろんなものができます、これで。へえ、なるほど。こういう風にして、じゃあもう今の流行りに合わせてというか、まあね、新しいものを作り出して、それでもやっぱりこの中にはもう西陣の技法っていうのがしっかり残ってる。もうそれが詰まってます。なるほど。はい、でもまあこうやって形変えて、でもその西陣の技法っていうのを守っていこうと思ってお父さんやってらっしゃる。はい、いろいろな幅を持ってね、はい、帯からこういうなもんやったり。お父さんでも発想柔軟ですよね。